175以上の言語が入り乱れ、世界一携帯メールを送り、ボクシングの試合が犯罪率に直接影響する国があったらどう思いますか？実はまさにフィリピンこそそんな国なのです。 1.175 以上の言語が使われている。フィリピンには公用語が2つあります。タガログ語ベースのフィリピン語と英語です。フィリピン語は最も一般的に使用されており、大衆文化に根付いているのもフィリピン語です。英語は行政機関の職員が使っています。ちなみにフィリピンはアメリカ、インド、パキスタン、イギリスに次いで第5位という世界トップクラスの英語圏の国です。ここまでは特におかしなところもないでしょう。しかしフィリピンにおける社会コミュニケーションで使用される言語は実に多様性にあふれ、なんと175以上の言語が使われているというのです。それらのほとんどは話し言葉でのみ存在しているため、正確な数を知ることは不可能と言われています。 2. フィリピンの首都は世界で最も人口密度が高い。首都マニラとマニラ首都圏を構成する16の周辺都市を含む人口はなんと1280万人。昼間ともなると近郊から多くの人が首都に通勤しますので、この数字はさらに増えます。とはいえ大都市という点ではそれほど驚きの数字ではありませんよね。ではこれら全員が 42.88 平方キロメートルに住んでいるとしたら、1平方キロメートルあたりの人口密度は 42,857 人。これはムンバイやパリのおよそ5倍になります。 3. フィリピンのショッピングモールには教会がある。フィリピン人にとってショッピングモールはただ買い物をするだけの場所ではありません。モールにはジムや診療所、コンサートホールにナイトクラブ、さらには公園や教会さえ併設された安全でエアコン完備のコミュニティハブなのです。地元の人々が友人たちと遊ぶ場所がいつもショッピングモールになるのは当然のことでしょう。ちなみに世界の10大ショッピングモールと呼ばれるモールのうちの3つはフィリピンにあります。 SM メガモール、 SM シティノースエドサ、 SM モールオブアジアがそうです。 4. フィリピンは携帯メール大国。皆さんはもうフィリピン人がショッピングモール大好きな人たちであることを知りましたね。それじゃあ直接会えないときは？そんなときは携帯やスマホでメッセージを送ります。ちなみに挨拶程度の言葉を交わすだけでは終わりません。そのため彼らは1日におよそ4億もの文字を送信し、1年ともなるとおよそ1420億文字を送っているのです。この数字はアメリカとヨーロッパの合計をさらに上回る数字です。人口1億700万人の国には不釣り合いな数字ですね。 5. フィリピンにはユニークな交通手段がある。マニラを訪れることがあればきっと街中でジープニーと呼ばれる面白い車を見ることになるでしょう。この車は第二次世界大戦後、国内に取り残されたアメリカ軍のジープを改造したものなんです。ジープニーは18人乗りで、フィリピン人は行き先に合う車両を見つけるとジャンプして飛び乗り、降りるときはベルを鳴らして車を止めます。マニラには約5万台のジープニーが行き交っており、見た目は全て違います。バスケットボールのスター選手だったり、アニメのキャラだったり、名言だったり、ネオンライトなんていう場合もあります。ただしジープニーには2つの大きな問題があります。それは安全性と公害問題です。ジープニーからは大量の黒煙がいつも吐き出されているんです。ジープニーを試したいならもっと早くて便利な交通手段が導入される前に急いだ方がいいですよ。 6. 町より火山の方が多い島がある。
フィリピンは間違いなく最高に美しい国です。そして、すべての島々の中でも、神銀島は際立っています。平方キロメートルあたりの火山の数が特に多い島なのです。島は長さ23キロメートル、幅14キロメートルで、島には7つの火山と5つの町があります。地震や噴火の繰り返しがこの島を形作ったと言えますが、火山は50年代以来ずっと休眠状態のため、今日まで何万人もの観光客が安全に島を訪れることができるのです。7. フィリピンの国旗には隠された意味がある。フィリピンの国旗は青と赤の2色旗に8つの光を出す太陽をあしらった白の三角形が入るというデザインですね。8つの光はそれぞれフィリピンに属する州をイメージしたもので、周囲の星はルソン、ビサヤ、ミンダナオという3つの島を表したものです。しかしこの旗が本当に独特なのは、戦争状態には上下逆にして使い分けるという点です。1898年から1901年のフィリピン独立革命の最中、そして1941年から1945年の第二次世界大戦中に戦時の旗として実際に使用されました。8. ボクシングが直接国の犯罪率に影響する。フィリピン人はボクシングが大好き。特に超有名なボクサーマニーパッキャオはまさにヒーローです。彼の試合の時はフィリピン中がテレビにかじりつきます。フィリピン国家警察によると、彼がリングに立っている間は国の犯罪率が相当減少するそうです。アメリカ人ボクサーフロイド・メイウェザージュニアとの12ラウンドにわたる戦いは午前9時から午後3時まで続きましたが、その間マニラ首都圏全体ではただ一つの犯罪も起きませんでした。基本的に他の大きな試合でも同じようになるあたり、マニー・パッキャオはまさにピープルズチャンプということですね。9. 多くのフィリピン人が海外で働いている。彼らの柔軟な姿勢と信頼できる人柄、そして第二言語として優れた英語を話すということが、1100万人を超えるフィリピン人が海外で働いている理由なのかもしれません。これは人口の約 11% にも及びます。ちなみに海外で働く全看護師中4分の1はフィリピン出身なんです。10. フィリピンの棚田は世界8大不思議。バナウエにあるライステラスは世界で最も古く、またとても緻密に作られた棚田です。棚田から収穫された米と野菜のほとんどは輸出されます。ちなみに全ての棚田を平らに伸ばすと世界を半周できるほど伸びるそうです。近年ではこの場所は田園地帯としてよりも観光地として国に多くの収入をもたらしており、フィリピン経済に欠かせない役割を担っています。11. フィリピンはココナッツ生産国。長い間フィリピンは世界一のココナッツ生産国の座を占めてきました。現在では残念ながらインドネシアに後塵を拝していますが、それでも年間1億5353万2000トンを生産しています。なんとも圧倒的な数字だと思いませんか。これらのココナッツは服や美容品など何にでも利用されています。12. フィリピンに到達した最初のヨーロッパ人はフェルディナンド・マゼランだった。かの伝説的な探検家は1521年にヨーロッパ人として初めてフィリピン諸島にたどり着くという記録を打ち立てました。彼はセブ島に居住地を定めると、そこにスペイン人のコロニーを作ったのです。これが近隣諸国とは異なって人口の約 90% がキリスト教徒であることの理由でもあります。1898年フィリピンはアメリカの統治下に入り、その後1946年には独立し共和国となりました。13.
史上初のカラオケマシンを作ったのはフィリピン人。みんなで歌うことは好きですか？そんなあなたのお気に入りの遊びを考えてくれたフィリピン人に感謝を伝えましょう。世界初のカラオケマシンは1975年にロベルト・デル・ロサリオ氏によって発明されました。彼はそれをシング・アロング・システムと名付け特許を取得しました。自分こそが発明者だと主張する声は多くありましたが、彼は今でもカラオケシステムにおける唯一の特許保有者であり続けているのです。14、フィリピン人は美目秀麗。ボクシング、携帯メール、ショッピングに次いで、フィリピン人はミスコンに情熱を捧げています。おそらくアメリカの統治時代の名残として美を競い合う習慣が残ったのでしょう。なんであろうと事実は事実。フィリピン人はメジャーな国際コンテストにおいて15回も優勝に輝いているのです。4人のミスユニバース、1人のミスワールド、6人のミスインターナショナルのタイトルホルダー、そして4人のミスアースです。1908年には国内初のコンテストが開催され、2001年以降は美だけでなく環境保護の促進を進める意義を持って行われています。フィリピンに行きたくなりましたか？それとももう行ったことがありましたか？ぜひ下のコメント欄で教えてくださいね。よかったらこの動画に高評価とお友達へのシェア、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ブライトサイドで人生をもっと明るく。